ロイスケストリッツ公使ハイン・リヒ7世、ハイン・リヒ7世、ロイス・ツー・ケストリッツは、ドイツ東部の小諸校ロイス家の公使で、プロイセン王国、ドイツ帝国の外交官。ロイスケストリッツ公使ハイン・リヒヒ63世の第五子、三男として生まれた。1845年から1848年まで、ハイデルベルクとベルリンの大学で法学を学んだ。その後、 プロイセン陸軍第8野力兵連隊に所属。1853年より外交官の道に入った。1854年から1863年までパリのプロイセン公使官職員として務め、ついでカッセル駐在のプロイセン公使に承認、さらにミュンヘン駐在公使に転じた。1868年2月5日、 黒ロイセン王ビルヘルム一世により北ドイツ連邦の臨時の全権施設としてロシアに派遣された。1871年4月26日、ドイツ皇帝となったビルヘルム一世により、初代のサンクトペテルブルク駐在ドイツ帝国大使に任命された。1873年から1876年まで皇帝ビルヘルム一世の高級副官を務めた。 1876年2月6日、ザクセンバイマルアイゼナ派対抗カール・アレクサンダーの娘マリーと結婚する。マリーは、ビルヘルム一世の妻・ウグスタ皇后の命であった。同じく1876年、プロイセン貴族院に議席を与えられる。1877年、初代イスタンブール駐在ドイツ帝国大使に就任し、同市にドイツ総領事館を開設した。 この際、イスタンブールの総領事館を自分の好みにデザインすることを許された。翌1878年にはウィーン駐在大使に転じ、1894年まで務めた。その後はトレブシェンに引退して余生を送った。妻マリーとの間に5人の子女を設けた。ありがとうございます。